シジネール・チェルダ・シューバ・ジュニオールは、ブラジル・リオグランデド・スル・シュー・アレグレテ出身のプロサッカー選手。ポジションは DF。2007年に SC ・インテル・ナシオナルでプロデビューし、同年のレコ・パス・ダ・メリカーナで優勝を経験。翌2008年7月24日に SL ・ベン・フィカと5年契約を締結。しかし、移籍後は、トップチームに定着できず、あらゆるチームに、 ローン遺跡に出されるシーズンに終始した。2014年9月1日、デポルティーボ・ラ・コルーニャに、ローン遺跡で加入。2シーズンプレーした後、2016年7月31日に、デポルティーボへの完全遺跡が決定。12月5日のレアルソシエダ戦で、ラリーが初ゴールを決めるなど、最終ラインで奮闘したものの、2017から18。 シーズンはリーが18位に終わり、セグンダリビシオン降格が決定した。2018年8月2日、レアルベティスと4年契約を締結。12月9日のラーヨバジカーの戦では、後半21分に、自らの約60メートルの独走ドリブルから、遺跡後初ゴールを決めた。2021年8月31日に、ベティスから退団することが発表された。 ありがとうございます。